タグミンとかなんかいい感じでさ、噛み砕いて多分 、うん、やってるけどさ、あの目が悪いのと、あと噛み砕きすぎてる。そうなんだよ。意味わからん。意味わかんないこと言うんだよ。あいつ、なんかその、すごいんだよ。すごいんだよ。すごいよね。そのカンペを通りに読まない、自分なりにその言えるのは、めちゃくちゃすごいことなんだけど、うんうん、砕きすぎなんだよ。噛み砕きすぎ。やっぱそうよね。そのなんかそのなんか、うん、何々をとかを変えるから、うん、何々の何々でみたいな、そのなんかもう言葉がおかしくなったやつ、たまに。あと目悪いからもう、何う戻らない。戻せないっていう。そう途中、そう、言い間違えてももう。うん、そうなのよ。軌道修正できない、目悪いから。頭に叩き込んだ。そう自分で作ったやつ。もう自分流のやつで言うから。自分流のやつってたまにわけわかんないこと言ってる。うん、いや、俺、あれがベストやと思ってたもん。そのなんか俺は支配される側で。あれは行き過ぎです。そう。で、みんながうまく噛み砕いてるやん。で、匠なんて、もう自分流にめちゃくちゃ書いて、あれこいつ台本読んでねえじゃんって思った。あいつ砕きすぎっすよ。こいつやっぱすげえやっちゃうんだけど。たまに伝えなきゃいけない情報を飛ばしてるし。そう。これだけは言ってみたいな、そんなったりするからね。やりすぎだったんだね。やりすぎな人も面白いです。